大変。小牧に出かけていたら、ビーチライナーが撤去されようとしていた。当たり前だろ。廃線になってから15年が経っているから、老朽化やお金とかで維持する必要がなくなったんだろうな。なくなる前に色々と写真を撮ったから、見てくれない。三波崎浜か墓だー。て、急にどしたん。気にするな。とりあえず、撮った写真を見ながら、私が東海大線の解説をしてあげる。だが、断る。私ピーチライナーの跡地に行って、少しピーチライナーを調べたから、今日は私が解説してもいい？別にいいぜ。では、ゆっくりしていってね。ピーチライナーこと、東海大新交通東海大線であり、1991年に東海大と小牧を結ぶ鉄道だった。だったってことは、ピーチライナーはなくなったのか。2006年に廃線になったんだよ。てか、さっきまで廃線跡がどうのこうの言ってたじゃねえか。どのような鉄道だったんだ。桃花台のニュータウンに住んでいる人に向けたんだ。ループ線で車両が一方に動くので、ドアは片側にしかなかった。当時としては珍しく、ホームドアが全部の駅に設置されていた。新都市交通なので、基本的には高架だが、一部地下にもなっている。片側にしかドアがないということは、すべての駅の構造が島式、ホームだということがわかるね。東海大線の特徴として、郊外の人が都市に行きやすくするために作られたが、使う人はあまりいなかったんだ。その理由は何だと思う？まず一つ目のミスとして、減価乗客の計画していた人口が5万人だったが、実際は2000人程度で赤字経営と計画が狂う。運賃を上げても、運行の数を減らしても減る一方。二つ目に JR と名鉄バスが強すぎた件。そもそも東海大線から名古屋までの運賃が高く乗り換えが多すぎる。それに比べて少し遠回りして構造時から名古屋に行った方が安く楽である。もっと言えば名鉄バスで名古屋駅まで行けばいい。つまり、結論から言うと、ピーチライナー、いらなくねー。早くて聞こえなかったので、もう一度お願いします。要約すると運賃が高く乗り換えがめんどくさかったので、撃沈したってこと。どうあがいても、ピーチライナーは長くは生きられなかったのかもしれないね。今の私たちからすれば、ピーチライナーは別になくてもよかったのかもしれないね。正直、距離は 7.4 キロだったら自転車で行けなくもないし、学校が近くにないので、理にものように多くの学生に必要とされてるわけでもない。というかバスが最強すぎる。バスって、どれくらい良かったんだ？まず、安いってところと JR の駅に直結しているところだ。JR と直結しているバスがあるのはでかいな。バスから JR で乗り継いで名古屋に行く方がピーチライナーから地下鉄をいろいろと乗り換えするのは時間もかかるし、めんどくさい。それに2003年よりも前は、神井だから平安通りを歩かなくてはいけなかった。聞いていると、小牧線も寂しく見えてきた。小牧線は動画にしているから、概要欄から飛んでいってほしいぜ。ちゃっかり、宣伝ご苦労。チャンネル登録よろしくお願いします。あれ、もう動画終えるの。最終的に、マリサに解説の役を奪われたんだけど。言いたいことがあったから、言っただけだ。ご視聴、ありがとう。じゃんけんタイム、最初はグー、じゃんけん。しませーん。じゃんけんタイム。最初は、パー。じゃん、けん、ぽん。